旧片紙鉄道、吉ヶ原駅舎行動農業見学会、行動農業見学会の様子、幸福柳原駅と、木波702柳原ふれあい鉱山公園は、岡山県久米郡三崎町吉ヶ原にある鉄道、鉱山公園である。同和工業片紙鉄道に在籍した車両の、胴体保存や柳原鉱山の資料を展示している。1991年に廃止となった。 童和工業片上鉄道の旧吉ヶ原駅を再利用した公園で片上鉄道の保存者の展示のほかかつて日本最大の流化鉄鉱山であった柳原鉱山の歴史資料などの展示も行っている毎月第1日には車両の乗車会や柳原鉱山の行動を利用した行動農業の見学会を開催している保存されている車両は 駅構内での折り返し運転のみであるが、2014年11月に、幸福柳原駅が、旧柳原方130メートル先の地点に新規に設置され、2便に1便が、同駅まで走行するようになった。旧吉ヶ原駅の駅長は2005年以来猫が、勤めており、初代ことら、2代目が、ホトフである。片紙鉄道保存会により、本線で使用された、車両12両と、 校内機動用車両3両が保存されており、うち10両は胴体保存されている。その他、岡山臨港鉄道キハ7001のカットボディキハ303の予備部品として、カンバラ鉄道区ハ10の TR26 台車が保管されている。ディーゼル機関車機動車客車貨車校内機動用車両、毎月第1日曜日に胴体保存されている車両の一部を使用した。 展示場社会が行われている。また、校内での保守作業も公開されており、胴体保存されている校内機動用車両2両の稼働する姿や、胴体保存車両の試運転風景が見られる。公園内には、鉄筋地上2階地下1階建ての資料館がある。館内では、昭和期の鉱山町の住宅や、商店の街並みや柳原鉱山の歴史資料が展示されているほか、 2階には JR 西日本から譲り受けたタブレット閉塞機と軽電板がある。以下の情報は2017年5月現在のものである。利用時は公式ホームページを参照されたい。ありがとうございます。